1977年の三河大草駅跡と、その周囲、赤で囲った場所に駅があった。赤い線は田口線の配線跡。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成三河大草駅は、愛知県新首郎市と宮津に、かつて存在した豊橋鉄道、田口線の駅である。南下田郡流しの村にあった駅の一つ。 三河大草駅は1930年4月13日、田口鉄道により開設された。田口鉄道は、現在の JR 飯田線本流しの駅と、北下良郡下良町を結んだ鉄道で、その第一期線として本流しの駅から三河海老駅までの区間が1929年に開通した。この時、三河大草駅は設置されていないので、同駅は、 路線の開通から1年遅れて追加される形となった。駅が置かれたのは大草トンネルの手前にあたる山中であった。1956年10月1日、田口鉄道が豊橋鉄道に合併されたため、豊橋鉄道、田口線の駅となった。そして田口線の廃線に伴って1968年9月1日、駅も廃止された。廃線となった。 田口線はバスに転換された。2012年現在、田口線があったルートに沿って走るバスは、豊か鉄バス田口新城線である。愛知県道32号流しの東映線を走行しており、駅があった富安地内の自家畑に、駅名にある大草を名乗るバス停留所がある。一方で、山中の駅跡地には、ホーム跡が残されている。NHKBS プレミアムで、 放送の気候番組、日本縦断心旅910日目、愛知県新首領市の会で同駅のホーム跡が紹介された。片面ホーム一面一線で列車の行き違いが不可能な駅であった。駅員は配置されていない。1957年度の乗車人員は1万1000人で、そのうち約5割にあたる6000人が定期乗車券での利用客であった。 乗車人員は田口線の全11駅中で最小である。一方、貨物の取り扱いはない。ありがとうございます。